本当に初めてですね、これ、ガジェット、コルグのガジェットを起動してみました。全くわからない状態ですね、これ。とりあえずどんどんやっていこう。プラスボタンを押したと。なるほど。これはなんか見たことある。これですね。これを僕試したかったんですね。このチアンマイってやつですね。これをどうすんのかな？こうすんのかな？で、これかな？この FM シンセみたいなやつですね。これ、興味あるんですけど。来ました。なるほど。ここでプリセットですね。ここをやったら。なるほど、いいね。もっといい音が。ここはもうスケールになってますね。このスケールを、選べるんだ、ここで。スケールボタンがここにありますね。ちっちゃいけど。スケールボタンを押しました。で、まあ、今、なんだろうな、ドリアンってなってますね。マイナーペンタトニックに聞こえたけど、マイナーブルースとか。ん？これ今スケール変わったかな？なんか変わってないような感じに聞こえるな。どういうこっちゃ？これマイナーペンタトニックだよな。まあいいや。まあいろいろ音を聞いていきましょう。無言になってしまいますけどね、思わず。いかん、このままではあんまり面白くない。とりあえずこのスケールの効くか効かないかみたいなところで言うと、じゃあメジャーにじゃあしてみよう。メジャーのペンタトニック。するとなるのかな。やっぱちゃんとスケールになってますね。僕は聞き取れてないだけでしたね。スパニッシュ。なるほど。意外とツルツルしてて、やっぱりこれデジタルシンセって感じは、デジタルシンセというか、バーチャルソフトシンセ、そうか、ソフトシンセっぽさは、バリバリにあって、つるっとはしてますね。でも、なんていうんですかね。安いソフト申請によくありがちな、iPad の安いソフト申請にありがちな、なんか、こう、がっくり感みたいなのはないですね。非常に質がいい感じで、なってます。で、今のところ失望感はないですね。この辺の音好きかもしれないな。いいな。ハーモニクスってのを上げてみよう。
ここも上げてみよう。どうだろう。おお、音が変わった。おお、気持ちいい。これはいいわ。ああ、いい音だ。よし、もう元は取った感じがしてきました。意外と単純なんですよね、僕は。あ、このね、ちょっと今フィルターのフリケンシーを上げていじってますけど、なるほどね。このちょっと小息のところに、なんかザラッとした感じの折り返しノイズみたいなのが再現されてて、これ自然な感じのこの80年代のデジタルのエラー感みたいな、そういうのが欲しかったんですけど、いい味わいですね、これは。うん。波形を変えてみようかな。あ、いいっすね。あ、これは使える感じが。でね、これ今ね、iPad 第3世代で動かしてるんですけど、事前に聞いた感じだと、リアルタイムで、その弾く分には、なんかこう、厳しいとか、聞いてたんですけど、まだ今この、何も打ち込んでなくて、ただ、音源をこうね、立ち上げてるだけだったら、リアルタイムでこう弾いてても、反応が全然リアルタイムでなるんで、まあ、とりあえず音源としてこれを、使おうと思った時に、例えばこの演奏を DAW に取るとか、そういう用途であれば全然使えそうですね。とりあえず最悪それで使えばいいかなと。おお、いいね、分かってきた。で、ここ今 OS オシレーターフィルターって書いてるのも気づきましたね。じゃあ EG アンプってのにピッて切り替えます。やっぱりね、こういう風になるんですね。じゃあ、ちょっとじゃあ余韻をつけて、余韻を、ああ、なんだ、何が起こったんだ、これは。ガジェットを変更しますになっちゃったね。キャンセル。なんか変なとこ触っちゃったのかな。ここか。これを触っちゃったのか。ここの右下にガジェットボタンっていうのがあって、これを触っちゃったみたいですね。あ、そうそう。このリリースを長くすると、うわ、気持ちいいな。音いい。うん、だんだん音の良さがじわじわ来てる感じですね。いいな。今ね、iPad のこの本体のここのヘッドホン端子から、普通にケーブルで出して、まあ、オーディオインターフェース経由でスピーカーにつないで鳴らしてるんですけど、スピーカー、ヤマハのモニタースピーカー、MSP3 かな、僕のは。って鳴らしてるだけなんですけどね、なかなかいいですね、これ。うん。素晴らしい。うん、こういう音好きなんですよね。これはまあかなりいいっす。じゃあちょっとリリースを短くして、フィルターのエンベロープを言います。リリースサステインを短くして、ディケイをこうして短くすると、で、この、あんま
りうまくなってないな。フィルターエンベロープのかかり具合はどうやるのかな。ここに行って、フィルターセクションのエンベロープのアマウントは最大になってるっぽいけどな。これで絞っていけばいいのかな、フィルターを。フィルターを絞ります。あ、かかりましたね。なるほど。よし。で、まぁ、ちょっと遊んだんで、次のプリセットに行ってみます。いいっすね、これ。もう完全にね、このチアンマイっていう、このね、バリアブルフェーズモジュレーションシンセサイザーってここに書いてますけど、これ目当てなんですよ。これがなんかいいなと思ったんで。で、これは、まあ、難しい言葉で書いてますけど、要はこれね、多分ね、FM シンセのことなんですよ、多分ね。ちょっと調べたんですけど。でも、DX7 の、その、音源版の TX7 とか、FB01 とかの実機の、ヤマハのね、FM のやつも、あるんですけど、それよりもね、やっぱり使える、なんとも言えないうまい調整具合で使える音が出てますね。うん。まあでもソフトシンセだなって感じは常にありますけどね。うん。聞いてると、今。なんかこう、まろやかでいいっすね。素晴らしい。うん。いろんな音が。このなんかギザギザした感じがね、あのロービットのゲーム音楽までいかない感じだけど、デジタルの80年代のような具合というか、そんな感じの方が好きなんですよね。ちょっとスケール変えてみようかな。スケールスパニッシュから今度アラビックにしてみようかな。アラビア、どうなるんだろう。かなりエキセントリック。エキセントリックすぎるかな。あんまり実はスケールって好きじゃないんですけどね。まあでも操作しやすいからスケールをじゃあオフにしてみようかな。でもクロマチックにするってことはスケールオフですね。そうするとでもこれなんかよくわかんないですね、鍵盤が。これあれ、これなんかでもスケーラブルですね。スケーラブルというかスケールが効いてる感じにしますね。ようわからん。でもクロマチックになってるんだよな。黒鍵がないしね、これ。どういうことだろう。ちゃんと説明書を見なきゃいけないのかな。ファンクションを押して、なんかいろいろ出てますね。ようわからん。とりあえず今日はシーケンサーというよりは音源を触っていこうかなと。シーケンサーはまあ後でわかるだろうから。まあスケールを、まあ、さっきのまあ、適当にまあこのエオリアンにでもしてみよう。スケールよくわかんないんだけど。なかなか深みのあるいい響きですわ、これ。違うのにしてみよう。次に興味があるやつ。まあ一応まあこのドラムね、ロンドンとかやつ、ドラムも、あれ？あ、来た来た来た。面白いな。
まあこういうのってチューンをいじりながらでしょ、これは。キット変更。まあもろに最近のね、こうジューシーな EDM とかのダブステップとかそういった以降のスネアですね。左右に結構広がってますねこれ。ここウォブルが来てますね。力の抜けた音が好きなんですけどね。ちょっと硬いですね。いかにもダンスミュージックって感じですね、これは。これもね、まあこういう音のが求められてるんでしょうけど、もっとこうトスッとすっていうのは軽いねキックがね好きなんですけどね。残念ながら攻撃的なのが多いですね。ここまでかな。まだいっぱいあるな。これちょっと地味だけど結構好きかも。このキックの中で選べるのかな。選べるみたいですね。どんくらいなんだろう。キックがいっぱいあるな。あ、でもキックそんなに数ないのか。自分でねキック入れられたらいいんですけどね。これはね、あのデモの動画とか見てる時もキックとかこのドラムに関してはね、ちょっとこうダンスミュージックすぎてなんかあんまり好きじゃなかったんですけどね。ん、これどうなってんのこれ。え、こうやって選ぶのか。面白いな。へえ。あ、このキックの切り替えのインターフェースが、ここのマス目をこう選んだところの、あ、この音気持ちいいな。ちょっと太すぎるけど、でも、なんつうんですかね。黒いヒップホップとかに使えそうな、このバスドラムルーム3ってやつですね。あ、消えちゃった。BD ルーム3ってやつですね。これ映ってるかな？ちょっと確認してみよう。まあ、なんとか映ってるか、それっぽく。ちょっと上の方はね、この魚眼で撮ってるんでね、仕方ないという。あ、気持ちいいこの音。この音好きですね。好きだけど、でも、ちょっと違うのが好きなんですけどね。使うとなるとまたね、あ、こんな音が好きかもしれない。チャチい音の方が。軽い音の方がね。まあまあまあ、こういう、軽い音も、軽いというか、こういう前にね、張り付いてくるような音というよりは、ある程度こう、こういう風な。これでリバーブなきゃ好きなんですけどね。リバーブかかっちゃってますね、これ。残念ながら。これまあまあいいかな、これなんとか。で、このスネア。スネアか。へえ。このグラフ的になってるのが面白いですね。この、非常に斬新というか、使いやすいわ。スネアを今度選ぼう。
スネはもっと上の方か。なるほど、面白いな。うん、うん、こういう感じの軽い感じで組みたいんですよね、なんとなく最近。うわすごい。でもこのえぐい音を求めてる人にはかなり使える音が選ばれてますね、ちゃんと。これよくこんな最近聞きますよね、この手の音。まあジューシーなスネア、これもジューシーな、なんと言っていいかよく分かんないけどね、このこんなんもね最近使われてますよね。ちょっとこれ好きかもしれないな。うん、いろいろあるね。スネは非常に多いですね。かなりたくさん入ってて、ちょっと軽くなってきましたけど。うん。あ、めんどくさ。しかし頑張ろう。あ、これいいですね。これ名前が DDD1 って書いてますね。SDDDD1 っていうのは、これはコルグの昔の PCM のリズムマシーンの名前ですよ。いいじゃないですか、これ。もうちょっとね、でももうちょっとパンチ欲しいよな。贅沢なもんだよね。まあ一応これで打ち込んでみようか。これは多分簡単そうだよな。多分こうやって打てばいいんでしょう、こうやって。で、こうやっていけばいいんでしょう、多分。2本指でピアノロールをスクロール、横方向ピンチアウトでピアノロールをズームします。まあいいや、多分横方向にピンチアウト、よくわからん。まあいいや。で再生、お、なんか変だな。あ、これはずれてたのか。なんだこれ、変だ。あ、これもずれてるわ。もういいね、いいね。で、テンポが速すぎる。速いわ。あんまりグルーブがないな。というのもまだ速いか。ちょっとじゃあハイハット打ち込んでみるか。この辺の。おお、いい音だ。これ面白い音だ。いいじゃん、いいじゃん。楽しい、楽しい。よし。で、どうすんだっけな。バックすると、こんなことになってんのか。なるほど。なるほど。これをトラック1に入り込むときはこれを押すのか。そうするとこうなると。バック。トラック1。お、ようできてる、これ。ってことは、ここにじゃあなんか足そう。よし。うん。シカゴ行こう、シカゴ。303系だろ、これ。で、トラック2に入り込む。入り込む。入れない。入れた、入れた。太いな。
太いが、ちょっとうるさいな。音量これか。なんかアルペジエーターが鳴ってんのか。なるほど。好きではない。まあ303の音源としては今一瞬鳴らしただけでも、この音いいな。うん、まあまあいいが、なんかうるせえからこれあんまり好きじゃない。うん。ちょっとこれを変えましょう。あれに、違う音に。この音源を変えるには、あ、ここ押せばいいのか。ガジェットをして、さっきのじゃあね、この好きなこいつに行って変わりました。あ、いいね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 。これでね、エフェクトのこのディレイがいらねえなと思って、これをどうやるんだろうな。エフェクトを切りたいが、エフェクトなんてのはどこでやるんでしょう。なんかミキサー的なとこがあんのかな。ここか。ここの多分これなんだろう。リバーブは今ゼロになってるのか。これに固有なのかな、エフェクトの音は。これかかりっぱなしってことなのかな。この EG アンプの中にエフェクト、あー、これだ。ここにディレイのレベルがあるから、これを切ればいいのか。すると、ここでできるんだ。ここでかければ、ここでレベルを下げれば、OK と。で、コーラスを今度逆にここでかければいいのか。うんうん。これちょっと。スケールをさっきのが結構良かったから、さっきなんだっけな、スパニッシュだっけな、結構気持ちいいですね。ドラムもタイトな感じで、ちょっとこう、まあちょっとディスコっぽいというかね、そういう風なようなことなんですけど、これのなんかベースラインとかないかな。プリセットの一覧みたいのはここで出るのかな。出るな。ここでベース1。あ、いいですね。このベース、ここのプリセットがこの出っ放しになってくれてるのがありがたいですね。
気が利いてますわ。でもベース打ち込みにくいな、この鍵盤じゃ。やっぱ鍵盤をくっつけた方がいいのかな。ちょっとこれじゃあ、かといってシーケンサーにポチポチ打ち込むのもなんか好きじゃないんですよね。弾きたいんですよね。やっぱ鍵盤が欲しいですね。繋ごうかな今。ちょっと繋いでみよう。まあいいや、見つからなかったんでこの中でなんとかやる方法、まあ打ち込むしかないか。どうしようかな。計画性がいつもないんですよね。お、レイトリーベースがある。なんか歪んでんな。ベースはアナログシンセの方がいいのかな。アナログのいろんなのがあるな。これはなんだ、ウルフスバーグ。アナログシンセの特徴的な波形をデジタル技術でサンプリング、2系統のマルチエフェクト。ベルリンはリードに特化したやつ、アムステルダムは効果音か。フェニックスかっこいいなこれ。へえ。ポリフォニックシンセ、ちょっとこれで鳴らしてみよう。ベースから離れて。これでもこの弾くところの下にこのなんか鍵盤のすぐ下にこれがあるから、なんか押しちゃいそうで。へえ、いいなこれ。いろんな音がありそうだなこれね。やっぱ80年代っぽい音に弱いのかな。これニューウェーブブラスって書いてるけど、うわー、これは元を取った。この音はいいわ。こんな音欲しかったんだよな。うわー、いい音。音楽的にはめちゃくちゃだけど、でもすごい気持ちいい音は。これなんかもうちょっと鍵盤が弾きやすければな。これってやっぱ打ち込んでいくやつなのかな。適当に打ち込んでみるか。ここに簡単そうだから。どうなっちゃうんだろうこうやったら。再生。適当だとダメか。ここが逆にこうなんかスケールになればいいんだけどね。シーケンスの打ち込む画面こそがね、ここクロマチックのままでっていう、どういう感じなんだろう設計思想としては。ここになんか適当に打ち込んでもなるみたいに、あのエイブルトンのスケールの、ね、デバイスみたいなのがあったらいいんだけどね。まあメジャーっぽい感じでじゃあ入れていくか。これ伸ばすの簡単なのかな。こうやったら、あ、伸ばせるね。あ、シーケンサー打ち込みやすいですねこれ。こうやるだけでできますね。なんかこう途切れちゃったな。うん、これまあやりやすいっちゃやりやすいですね。ちょっとこれ打ち込んでみたけど、うわ低すぎたっていうね。オクターブ上げるときなんかになんかそういう、あ、セレクトして上げればいいのか。今のやつは。じゃあアンドゥーねえかな。アンドゥーで戻さないか。まあいいや、先に鳴らしてから打ち込むべきだったな。これの C4
で、F。まあ、打ち込みやすいな、全然。やりやすい。うん。ようできてる。うん。なんかでもこう、考えて打ち込むの得意じゃないんですよね。あれ ?D がねえし、これ。あ、これやっぱここちゃんとスケールになってくれてんだ。なんか D がねえと思ったら、ちゃんと今、失礼。ここの今ね、このピアノロールは、ジプシーのスケールを選んだら、ちゃんとここスケールになってくれてますね。ということは、スケールを、ここの、例えばこのスケールボタンとかの周りもこのガジェットに応じて、細かく変わってるところが素晴らしいですね。素晴らしい。例えばメジャーペンタトニックなんかに、まあ、マイナーペンタトニックのがいいか。マイナーペンタトニックにして、そうすると、ここがマイナーペンタトニックになってるから、まあ、多分ぶつからないでしょ。適当に打ち込んでもこれだったら。あ、ちょっと低すぎるか。なんか低すぎ、低くなってるんだ。ゼロになってるな。もうちょっと高いところで。このくらいにして、まあ適当にこう打ち込むと、こういうのも入れてどうなるでしょう。ちょっとシンセが響きすぎてうるさいんで、アンプのリリースをこう下げます。ディレイがいらないなと。ディレイをまた下げます。こういう風にして、まあこれあんまりいいフレーズじゃないけど、なんかこう簡単に遊ぶ分にはいいっすね、これね、うん、いや、これね、いいですね。あの1個前のアイポリ6は買って入れたけど、シーケンサーとか、まあ音色もそんなに魅力的じゃなくて、その IMS20 の後だったんで、からしばらく経ってからね、 IMS20 と来てiPoly6 は結構 IMS20 が素晴らしかったんで、いろんな意味でね、ちょっとがっかりしてたんですけど、これはガジェットはすごいですね。で、このまあもう一度言うと、その第3世代の iPad ですけど、今のところは問題ないですね。うん、まあこれは使いますな、マジで。うん、まあでも本気でやっていくとなると、多分 iPad の買い替えとかになっていくんだろうけど、うん、これのために前買い替えるほどかどうか人によるけど、買い替えた暁にはね、もっといろいろできるんなら面白いなと思うし、ようできてますね。打ち込みやすいですね、これ。俺、ピアノロールは iPad には向いてないっていう結論になってたんですけど、なんでやりやすいのかな。こうやってやって反応がいいからかな。ようできてますね、これ。このレベルだったらいいし。まあ、あと全体的なことでしょうね。ピアノロールだけじゃなくて。環境として結構ちゃんとできてるから。素晴らしい。いい音だな。なんか音変わんないな。DW って書いてますね。この音もいいっすね。
スリッピーパッド、これはまああれでしょうね、ボーンスリッピーのパッド系の音なんでしょうね。音がいいわ、うん、音がいい、いろんなことができるな。でまずガジェット変更してみましょう。今やってたのなんだっけ、今のってどれだったっけ、ベルリンかな、ベルリンじゃないな、今どれだっけ、今のはフェニックスってやつか。いっぱいあるなこれ困るわ逆に。ヘルシンキパッドサウンド、アンビエント、チルウェーブ。うわー素晴らしい、いいな。いやこれマジいいわ、これ使えるます、使える、使えるますよ、はい、使えますよこれ。ちょっと硬いな、でもな、こういう、でもこの音はいいね、好きじゃないけど、なんか、なるほど。多分僕はこういうチルウェーブとかは作る気がないんでしょうね、あんまり好きじゃない。でも使える音っていうか高品質な音なのはわかる。あんまりこうキンキンしたの好きじゃないんですけどね。いっぱいあるねこれ、すごいわ。ベルリンやってないな、ベルリン行ってみるか。強烈なリード系ねっていうことなんで、ダフトパンクって書いてるからダフトパンクってことなんでしょうね。まあ素晴らしい品質ですよこれもね。いい、すごくいい、ベース用のダブリン、おおいいな、いい、これいい。ああこれはもう大好きですねこの音、やっぱこう80年代っぽいものが好きなんですねすげえいいわこれ。これあとまあ鍵盤さえなんとかすればガンガン作れそうですね。ダブリン気に入った、ダブリンのベースは素晴らしいぞこれ、このプリセット1番だけでもかなりもうご飯何杯も食える感じが個人的にはしますね笑っちゃいますけどね。あーこれもいいっすね、すごいな。
頑張ってますね。これめちゃくちゃすごいじゃないですか。音がいいっすよ、これ。どうなんだろうな、これ。本当にいい気がするけどね。まあでもやっぱソフトシンセっちゃソフトシンセか。でも十分いいっすね、これ。これも素晴らしいな。全部いい。今んとこ全部いいわ、これ。これもいい。あ、このハウスベースって素晴らしいな、これ。非常にツボをついてきますね。これなんか、使いやすいというか、このハウスベース。いいな、これちょっと弾いてみよう。早く弾くとちょっとなんか遅れるのかな、なんかそんな気がせんでもない。ちょっと打ち込んでみよう。これ気持ちいいな。これいいじゃないですか。素晴らしい、ね、これ。これ適度に打ち込んだだけでもなんとなく気に入った感じになりやすいってのはいいってことですからね。いいなぁ。楽しい。この 80s ベースでもやってみようかな。同じようなことこう適当にこうやって。ここは同じってのは嫌だな。こうし、同じになりやすいな。こう、こんな感じかな。これさすがに売られたと。これどうかな。ちょっと高すぎたかな音が。こうしててんてんてんってちょっと上がって、こうなんかこんな感じでいってみよう。こう、これでどうだ。欲しいなぁ。楽しい。やばい、やばいわこれ。やばいっす。セレクトでこうやって消せるんじゃないかな。こうやったら違うかな。こうやってデリート消えましたね。使いやすいな。素晴らしいっすよこれ。ようできてます。はい。まあ、あとアムステルダも試してみるかな。おお、なんだこれ。はあ。なるほど、便利だ。こういう音がいっぱい入ってんのか。ブレイクの時なんかにね、使えると。なるほどね。なるほど、こういう音ってね、欲しかったな、確かに。これね、よく使いますよね。なるほど。ディスコヒッツ。いいっすね。かっけ。こういう風な、この、なるほどね。
で、このアムステルダム、このなんかラジカセね、このブーンボックスっていうね、このルックスが素晴らしいですね。またあ、やっぱ音ネタって大事だな。音ネタとかって集めようかな、俺もなんかいろいろ集めようかなっていうか、もうこの中にこれで集ある程度集まったとも言えるんだけど、うん、楽しいな。まあ、凝り固まってるところがほぐされるような感じを今味わってますけど。かっけえ。電気グルーヴのね、誰だみたいですね、これ。誰だ。いろいろあるな。これ楽しいですね。これもね、たくさんあるから。あ、これは演奏できるんじゃないですかね。いろいろあるな。うん。まだ試してないのってこれなんだっけ。ベクターシンセシスか。どうだろうな。ベクター。ベクター。はあ。はあ、ははあ。なるほどね。ウェーブステーションみたい、ウェーブステーションじゃなくてウェーブステーションみたいなことかな。ウェーブステーション系ですね、これね。好きではないが、ハイクオリティですね、これもね。うん。まあ、あとは、まあ、ボブルとかね。ってことでしょ、これはきっと。まあこの辺はいいや、うん、いいやって独断と偏見ですからね、ほんと。まあ大体触ってないのもあるけど、これなんだっけ、東京、東京、あ、アナログか、アナログリズム、アナログドラム、アナログで音が作れるアナログドラムだな。いいじゃないですか、これ素晴らしいな。完璧じゃないですか、もうこれね。うん。まあ、あちこちでね、こう、最初からまあいいと思ったし、褒められてたし、使ってみると、ほんといいですね、これ。もうなんか高いからもう、高いし、iPad 第3世代だと、なんかこう、いろいろ無理があるとか、ゲーム系だ。いろいろ言われてたから、もうその、なんかいろいろ躊躇してて、結構時間が経ってから遅めにもうギリギリでこれセール価格で導入したんですけどね。
もう素晴らしすぎてなんか感覚が麻痺してますね、もう。こんなことぐらい当たり前に感じてますね、もう。いやー、ほんとこれ、パソコンで同じ環境があったら買いたいですね、ほんとね。パソコンで出してくんないかな、ほんと。素晴らしすぎるな、これ。こんなんも大好きですね、ほんと。素晴らしいでしょ、これ。雰囲気抜群だしね、これ。この画面とかもね。で、なぜかこれはキングストンっていうね、この。ジャマイカかな？キングストンって。凝ってますね、これ。パソコンだとでもこの一体感というか、操作感まではできないから、やっぱり iPad のアプリだからこそここまで楽しんで頑張って作れるテンションになったのかもしれないですね。うん。いや、これ本当にいいっす。いいと思う、これ。うん。もうこれだけ買っときゃいいと思う。もう今後みんな。うん。まあ、アナログとかシンセサイザーの音楽アプリとしては、これだけ買えばいいんじゃないですかね。これはなんだっけ。普通の音かな、これは。M1 ピアノ。コードってボタンが入ってるから、なんかコードが鳴ってんだ。なんか変だなと思ったら、このコードってのをオンにしたから、おー便利。さっきのここに残ってますね、一個消し忘れたのが。これが逆にいい感じかもね。まあでも消すけど、デリート。いやー、もうこれももう本当感覚がもう完全麻痺してますね。すごく面白いのに。これもいいです、好きです、これも。はい、 PCM の今のは PCM シンセですね。ピアノとかの音が出る。まああとここに自分の音が使えるドラムマシンとかサンプラー系が入れば、まああとオーディオトラックか、ラップを録音したりとか歌を録音したりとかまでできるようになれば、まあ、iPad 自体の進化で CPU のパワーとかもいると思うけど、どんどんまあなんとかね、これがある程度売れて回っていけば、あのバージョンアップが続いていけば、えらいことになるんじゃないかなと思うんですけどね、こういう電子音楽とか作る人にとってはね。この303はね、ダメですね、これは。なんか直感的にだけど、鳴らした時にあんま良くない、これ。なんか、303って難しいんですけどね。あの、アイラの TB3 ってやつもなんか違ったし。ついね、もう、構えちゃうんですよね。この303の見た目してると、すごい厳しい感じで見ちゃうんですけど。まあ、第一印象はそんな感じですね。ちょっとデジタル臭い感じがしちゃって。というような感じで、素晴らしいです。素晴らしかったです。もうとりあえず、まあ初めて触ったんでこんな感じなんですけどね。はい、ということで、
最後まで見てくださった方ありがとうございます。長々とちょっとまとまりなく触ってみました。コルクのガジェットでした。